ステンレス車両は、車体外反、構えからだ、台枠をほぼすべてステンレス工で製造した、鉄道車両。1930年代以降、現在に至るまで製造が続いている。ステンレス工は、不修工というその優れた、特質ゆえに注目され、研究が進められた。しかし、クロムやニッケルを多量に含有し、高度が高く曲げ加工が難しいという特性などから、 量産工業製品の材料としての歴史は浅く、1910年代初頭にイギリスで関西法の一部部材に使用されたのが実用化の端緒であった。鉄道車両においては、その高さゆえに錆びないことが強く要求される一部小物部品への採用が1920年代頃からアメリカなどの一部で始まった。 しかし、上述の曲げ加工の困難さに加え、溶接時の歪み除去が難しいという特性ゆえに、錆台を無視して軽量化が図れるという大きなメリットがあったにもかかわらず、車体などの構造部材への採用は大きく遅れた。ステンレス工による鉄道車両構え体の製造は、1934年にアメリカのバッド車が抵抗スポット溶接法を用いた。 車体製造技術を確立したことで、ようやく実現した。バット社は本来ステンレス鋼を素材とする部品メーカーであり、軽量、不修というメリットを生かした航空機や船舶用部品の製造販売を手掛けていた。同社は、ステンレス鋼製部品市場のさらなる拡大を狙い1920年代後半に自動車市場への売り込みを図ったが、 普通鋼の5倍から6倍に達するステンレス鋼の単価ではライフサイクルが短くかつ販売価格そのものの低廉な自動車への適用は困難であることが判明した。このため1931年に以降バッド車は車両のイニシャルコスト寿命ともに大きくステンレス鋼採用によるコスト増を十分吸収可能な鉄道車両のステンレス校戦車体開発へ 更新転換を図り、開発を進めた。この技術は、アメリカ国内だけはなく直ちに、フランスなどへも輸出され、両国で、軽量車体を備える高速客車や、機動車などに採用された。この時代の機動車の代表例としては、シカゴ・バーリントンクインシー鉄道の、パイオニア・ゼファー号が挙げられる。アメリカンカーファンドリー車の製造した。 スキンステンレス車パームドーム。一つ前に連結されたバッド車製、オールステンレス車と異なり、コルゲートが屋根に用いられていない。また、プルマンスタンダード車などのアメリカ国内の他の鉄道車両メーカーでもステンレス構成車体を備えた車両の製造が始まった。もっともバッド車による技術開発の中核をなす、構え体骨組み組のステンレス化に必要な、 溶接技術は、ライセンス供与先以外には、社外費とされていたため、他社製車両では普通構成骨組みに、ステンレス製外板を組み合わせた、スキンステンレス構造が、一般に用いられた。戦争を挟んだ1930年代から1950年代までの、時期には、アメリカで、ステンレス構成車体を備える、鉄道車両が、盛んに製造された。 バッド車製 RDC バッド車によるステンレス構成車体を備える鉄道車両の代表例としては RDC と呼称される汎用通勤型機動車とパイオニア3と呼称される電車の2種が挙げられる。RDC は同社が戦後の客車更新需要を背景に市場空前の利益を上げた1948年に開発を開始した。 RDC-1 から4の4種の規格化設計による汎用機動車群である。これは一般型客車に匹敵する寸法と居住性、デトロイトディーゼル車製 275PS 級、ディーゼルエンジン2機とアリソン車製、液体式変速機により、最高時速85マイルでの走行と、電車並みの加速性能を可能とする強力な駆動系。 そしてステインレス光による極めて耐久性が高く保守の容易な車体構造で、1949年に試作車が完成して以降、アメリカ国内の私鉄各社のみならず、世界各国にも大量に輸出されるバッド車を代表するヒット商品となった。この RDC は、日本の国鉄機波重軽機動車のコンセプトデザインだけではなく、バッド車と提携関係にあった。 東急車両製造が1967年に製造した台湾鉄路管理局向け d r 2 7 0 0系の設計にも大きな影響を与えた。これに対し、パイオニア3は単一極立の屋根板を備える特徴的な構造のステンレス構成車体だけではなく特徴的なパイオニア3一自由度計台車の開発など システム全般について革新的な設計が行われたことが知られている。パイオニア3は1958年に完成し、ペンシルバニア鉄道へ納入された最初の量産車以降、フィラデルフィアセプタ無け通勤電車など当時アメリカに残存していたインターアーバンや地下鉄などに供給され、またこの設計は以後の客車にも応用された。さらに抜動車による ステンレス構成車体設計製造技術の集大成とも言うべき、このパイオニア3の設計は、台車設計も含めて、当時同車と提携を結んだばかりの日本の、同級車両製造にほぼそのままライセンス供与の形で製造ノウハウを含めて提供された。この技術供与は、技術ライセンス契約に忠実に従って製造された、東急7000系電車以降、日本で、 ステンレス構成車体を備える鉄道車両が大量に製造されるようになるきっかけとなったという点で技術発達史上に大きな足跡を残した。もっともパイオニア3の開発以降アメリカではモータリゼーションの進展に伴う鉄道産業そのものの急速な車両化によって国内鉄道車両製造業は壊滅状態にまで追い込まれた。このため 大ヒット作である RDC は1962年で製造打ち切りとなり1960年代中盤以降は各施設から証券した客車の代替用にアムトラックが1973年に492両のアムフリート愛客車を発注した程度で大口の旅客車両需要そのものが激減したこのためバッド車による ステンレス構成車体設計製造技術開発の、KF は1978年完成の SPV-2000 を最後に途絶え、1987年まで製造されたシカゴ L2600 系電車を持って、最終的にはバッド車も長く続いた、鉄道車両製造事業からの撤退を強いられることとなった。日本においては、 1958年の東急5200系電車と国鉄サロ153型900番台より骨組みや台枠は普通構成として外反のみをステンレス構成としたセミステンレス車両が製作されるようになった。前車は東急車両製造製で当時量産中の東急5000系電車の車体設計を基本として一部寸法を見直し、 普通構成の骨格はほぼそのままに、外反を加工しやすい形状に変更した上で、ステンレス製としたものである。後者は、汽車製造東京製作所製で、サロ153型の外反をほぼそのまま、ステンレス製に置き換えたものである。その時点では、ステンレス鋼で骨組みなどの強度部材を加工できなかったため、オールステンレス車両は製作されなかった。また、 ステンレス工はスース304が用いられた。日本初のオールステンレス車両である東急7000系。単一極立の屋根板や直線的なアウトラインなどにベイバッド車の設計の影響が色濃く残る。1962年以降アメリカバッド車との技術提携により東急車両製造が製造した東急7000系電車、京王3000系電車。 南海6000系電車などで内部骨組みも含めて主要部材のほとんどがステンレス鋼で構成されるようになった。また、ステンレス鋼はスース304に加えスース301を冷間圧延により調出した高校張力材が用いられるようになった。ただし大枠の干渉中量、中量、走量、枕張りなど一部分は合成を要求されるため、 構造上、強度上の理由で現在に至るまで普通校あるいは、対抗性高校長力校で構成されている。また、多くの車両では、飛袋内柱や内部構え体なども、構造上の理由で普通構成であり、東急8000系など、初期の車両では、側柱の下部数百ミリメートルなど構え体の一部も、同様の理由で普通構成である。十一世紀初頭までは、 部材接合のほとんどが抵抗スポット溶接で行われた。日本国有鉄道では1963年に岐派35系900番台で試験的にオールステンレス構造を採用したが、高企業である国鉄では一社独占技術を公開せずに正式採用することは困難であること、塗装工程を省略することが労働組合側から反発を招き、 後続車は205系まで現れなかった。この時期までのステンレス車両は、工作を容易にし、ステンレス工の特性上歪み取りが難しく、スポット溶接特有の歪みを隠蔽するため、ほぼ例外なく、外反に、バッド車の設計を取り入れた、コルゲート板と呼ばれるプレス加工された波板を用いた。コルゲートは、強度の関係からも用いられたとされていたが、それは、 床など上下の荷重を支える場合であって、外反の場合は、コルゲート板は強度面では不要である。東急デハ 8200K8255 軽量ステンレス車体の試作車で、従来後方による前後の車両とは、車体断面や構造が大きく異なる。国鉄での軽量ステンレス車体の本格的な採用となった200号系。 ビード外販が大きな特徴となり、以降各社に登場するステンレス車に大きな影響を与えた。オールステンレス車の導入は先に挙げた東急、南海、京王の3社を中心に進んでいたが、1970年代以降は保安装置や車両冷房など新たな機器類の搭載が相次ぎ、これによりアルミ車や構成車に比べて 重量増になってしまうという欠点も露呈するようになった。さらに1976年には、ブラジル向けオールステンレス電車の製造権を別の日本メーカーに落札されてしまい、東急車両製造内でもステンレス車両の製造に対する危機感を感じていたという。この状況を受けて1978年、東急車両製造が当時量産中の東急8000。 軽電車について、新開発技術の実証試験のために2両の試作車を製造した。これらは、本来で8200型に含まれるべきものだった。しかし、当時同社がサンフランシスコ及び、ボストン向け LRVO 車両の製造で提携していた、米、ボーイング車が本来は、航空機設計用として開発した。 コンピュータを用いた有限要素法による三次元構造解析プログラムを使用し、その解析結果を強度計算に取り入れることで車体が全面的に再設計されたため、神経式を起こされ、デハ 8400K8401.8402 と不満された。なお、後に、 デハ8401.8402からデハ8281.8282を経てデハ8254.8255へ改版された。これらは在来広報による車体を備える8000系編成に組み込まれ、東急東横線での長期実用試験を兼ねた営業運転に充当され、大幅な軽量化と十分な車体強度や耐久性が確認された。 この結果進行法を用いた車体は軽量ステンレス車体と命名され1980年より量産が開始された東急8090系電車で全面採用され以後同社で製造されるステンレス製車両の標準設計手法となったもっともこの画期的な設計手法が日本の鉄道各社へ広く普及するにはしばらく時間を置く必要があったこれは 国鉄205系電車への採用条件とされ、それにしぶしぶながら同意して、公開に踏み切るまで、開発元である、東急車両製造がこの広報に関する、関連技術情報の公開を拒んでいたためである。ただしこの間にも、例外として、東急車両製造との共同設計として、アルナ工機と富士樹工業で、東部9000系電車が1981年、 東部1万系電車が1983年に日本車両製造で KO7000 系電車と京成3600系電車が1984年に製造しておりまた近畿車両では近鉄3000系電車を東急車両製造とは違う工法でオールステンレスカーを製造している205系電車をはじめとする 軽量ステンレス車の大量受注と引き換えではあったが、以後の日本における鉄道車両の設計製造技術の発展を考えれば大英断となった関連技術の公開が、東急車両製造によって行われた1984年以降、この広報は、東急車両製造や近畿車両を除く取引先メーカーの製造能力の制約や公開入札を行う必要から、 一社独占の技術の採用が困難で、やむなく、セミステンレスで車両を製造していた施設や、公営の鉄道などへ急速に普及し、国鉄を継承した JR グループ旅客鉄道でも、全車でステンレス車両が採用されるまでに至った。しかし、一部の施設では、塗装済みアルミ車が、すでに普及していたこともあって、軽量ステンレス車の普及は進まず、2017年、 現在も、阪急電鉄と京阪電気鉄道では一両も、ステンレス車を導入していない。また、前述の近鉄でも、本格的な採用は見送られており、3000系の廃車後は、ステンレス車が在籍しない状態が続いている。軽量ステンレス工法で組み立てられた車両は、歪み防止のためのプレスリブを入れた、ビード外反を用いている。 コルゲート外反は用いられた理由から、端部の潰し処理と部材同士の接合が難しく、凹凸も多いために、自動洗車機による洗浄にも問題があり、また見た目にも良くないため、東急8500系電車や京王3000系など、すでに在来工法によるステンレス車を導入していた、各社で、車体構造を軽量ステンレス車体に変更した、造備車を導入する際に、 編成としての美観の観点から、コルゲートの継続採用を行ったケースを除き、軽量ステンレス工法の公開後急速に廃れた。なお、ステンレス板にビードを入れる加工を量産ラインで実施するには、大業のロールプレス機が必要であり、これが可能な設備を備えるのは東急車両製造、川崎重工業、日立製作所などの一部の工場に限られていた。 現在は日本車両製造のみがこの設備を備える。この時期にはステンレスコーは全面的にスース301リットルが用いられるようになり、部材によって強毒分の異なるものが使い分けられるようになっている。平面外反、レーザー溶接を採用した車両の冷前頭部は普通構成ひ車式ブロック工法の例。先頭部は普通構成ススティナ第1号となった。 東急5050 50系。先の出ハ8200同様、従来工法による前後の車両とは、車体断面や構造が大きく異なる。1990年代以降、鉄道車両メーカー各社で様々な工法のオールステンレス製車両が作られるようになった。川崎重工業は、JR 東日本209系電車で新しく、 開発されたシート貼り合わせ工法を採用した。また、日本車両製造は、日車式ブロック工法を採用している。さらに、構えからへのレーザー溶接の採用の検討が、1996年より、当時の東急車両製造、JR 東日本、新日本製鉄の3社の共同研究により、開始され、2002年に、 世界で初めてレーザー溶接を採用したステンレス車両として試験車である JR 東日本 E993 系電車のモハいい993から1号車が製造された。量産車両としては2005年に近畿車両が製造開始した JR 西日本321系電車や2006年に製造開始した。 JR 東日本 E721 系電車で初めてレーザー溶接が側構え体の一部に取り入れられている。この工法は一定の工作精度と設備を要するが、連続溶接による車体合成の向上に加え、スポット溶接と比較して溶接後の歪みが目立ちにくいという大きなメリットがあり、その後徐々に適応例が増えている。2010年には、 東急車両製造が横浜新都市交通2000系電車の側構え体にレーザーによる連続スポット溶接を本格採用し2012年には事業用車の東急7500系電車においてレーザー付き合わせ溶接と水密用レーザー連続溶接が適用されたその後総合車両製作所となってからはレーザー溶接を利用したステンレス車体である サスティナにて、本格採用を開始、日本国内向け第一号車両として、東急5050 50系の付随車となる、サハ5576号が編成中に組み込まれた、ほか、首都圏で運用される JR 東日本 E235 系電車、フルフラット構造量産車両として、KO5000 系電車が製造された。また、川崎重工業では連続溶接を利用した。 ステンレス車体であるフェースの採用を開始、日本国内向けステンレス車、第1号車両として、JR 西日本225系電車、第2号として、JR 北海道733系電車が製造された。これらの広報で組み立てられた車両の外販には、コルゲートやビードがないものがほとんどである。いずれも加工に手間と、 コストがかかるため、見た目の向上とコストダウンの観点から、あえて平面のままの外反としている。このため、強度を確保し歪みを目立たなくするために、外反の板厚を増やしている場合が多く、一般にビード外反の車両よりも重量増の傾向となる。日本初のオールステンレス車両が作られた、東急車両製造横浜製作所には、 その初形式である7 0 0 0系の7052が保存されており、また同系列の1号車が竣工してから50年目に当たる2012年1月13日に日本におけるステンレス車両発祥の地の記念碑が合わせて保存されている5 2 0 0系の脇に設置された。さらに2012年7月23日には日本機械学会より 7052号が5201号と、ともに、機械遺産51号、ステンレス構成車両群として認定された。ありがとうございます。